こんにちは、未来クリニックの石田です。今日もですね、早速ね、加圧のベルトを巻いているんですが、以前に動画を出させていただいたんですけど、ワクチンの接種、今日が2回目なんですね。で、副反応を抑える効果があるのかどうかっていうのを、まあ、その自分の身をもって経験するために今加圧中です。で、この後に、ワクチンの接種に向かうんですけど、私の前にですね、院長の今井とあとスタッフ2名が今ワクチンの接種を終わっているところなんですが、まあ、そんなにひどい副反応は出てないみたいです。まあ、熱が38度ぐらい出たとは聞いたんですが、それ以外にこう腕が上がらないとか寝込まないといけないっていうのは、報告は聞いておりませんので、私もどういう反応が出るかっていうのをですね、ビデオに残しておきたいと思います。今腕のサイクルが8サイクル目なので、これが終わったらもうそのままその足ですぐワクチンの接種に向かおうと思いますので、行ってまいります。よいしょ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 、はいはい、ということで今、ワクチン打ってまいりました。もちろんですね、1回目の動画の時にもお伝えしたんですけど、打ったばっかりですぐなんかこう痛みが出るとかっていうのは全くないです。まあ、もちろん注射なのでチクッというかチカッとはしますけど、まあ、今のところ全然動きは制限されてないですし、痛みもございません。熱も上がっておりませんでした。ということでですね、またちょっと時間を飛ばして明日の朝の様子を撮影していこうかなと思っております。まあ、今のところすごい元気、2回目の接種も大事でした。ではまた明日の状況を見ていただきます。いきましょう。はい、ということでですね、1日経ちました。で、まあ今もうご覧の通り全然元気ですね。副反応っていう副反応は特に出ておりません。で、これは1回目の動画の時にもお伝えしたんですが、まあ加圧トレーニングやってたから副反応が出なかったのか、まあ、元々僕が副反応出にくかったのかっていうのはわかりません。ただ他のスタッフですね、見ても、今6人受けてるんですけど、熱が出ちゃったとかっていうのは今のところ1人だけですね。まあ加圧トレーニングでもしかしたら抑えられてるのかもしれないですし、やっぱり未来クリニック普段からセルフケアですね、鼻うがいだとか、まあしっかり歯を磨いたりだとか、ゆべ体操だとかですね、まあそういったことをやってるので、まあ、それで副反応が出にくかったのかなというふうにも考えられますので、まあしっかりですね、皆さんもセルフケア普段からやっていただきたいなというところと、まあ加圧サイクルをお持ちの方は加圧トレーニングをしっかり接種の前後にやっていただいて、で備えていただければいいんではないでしょうか。で、よくですね、副反応が2回目の時にすごく出ますよっていうようなネガティブな情報っていうのが今いっぱい出回ってますよね。で、そういったネガティブな情報を入れることによって、まあ、ある意味ではその情報に洗脳されているというか、まあ、そうやってなんか私は2回目のワクチン接種だから副反応が絶対に出るんだ、怖いな怖いなって思うと、それで副反応が出てしまう可能性もありますので、まあ、しっかりですね、普段から今お伝えしましたけど、セルフケアやったりだとか、加圧サイクル持っていらっしゃる方は加圧をしっかりやって備えていただければ、まあ、副反応っていうようなものは、まあ、出にくいんではないかなと思いました。ので、ぜひ皆さんですね、普段からのセルフケア、そして加圧トレーニング、ぜひやってみられてください。ということで、ワクチン接種、加圧で副反応が抑えられるかもしれないっていうですね、実験はこれで終わりたいと思います。また何か新しい情報が手に入りましたら皆様にシェアさせていただきたいと思いますので、ぜひ次回以降もご視聴よろしくお願いいたします。この動画がいいなと思いましたら、グッドボタンとそしてチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。ではまた次回。